ミッコ・フランクは、フィンランド出身の指揮者。2006年より、フィンランド国立歌劇場の音楽総監督を務める。5歳でバイオリンを弾き始め、7歳の頃には、他の書物よりもオーケストラのスコアを読むのを好んだと、言われる。彼の最初のお気に入りのスコアは、チャイコフスキーの公共曲第6番、悲壮で、イヤホンで録音を聞きながら、よく指揮をしていたという。 1992年からヘルシンキにあるシベリウス音楽院で幼い頃から続けていたバイオリンの勉強を始める。1995年にはヨルマパヌラの個人教授を受けるほどにもなり、1996年の秋からシベリウス音楽院でパヌラ教授の指揮の授業に参加するようになった。1998年、卒業資格を得ないまま音楽院での勉強を終える。 これは当時、彼の音楽活動がすでに国際的なものであったからとされている。23歳になるまでには、フィルハーモニア還元楽団、ロンドン公共楽団、ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団、ベルリン国立歌劇場、イスラエルフィルハーモニー還元楽団のほか、北欧の主要なオーケストラにおいて式デビューを果たしている。シベリウスの楽曲を収録した最初の録音は、 グラミー賞の最優秀オーケストラ演奏部門にノミネートされた。また、フィンランドの作曲家、A のユハニラ・ウタバーラの友人でもあり、彼の作品を数多く指揮している。2002年から2007年まで、ベルギー国立管弦楽団の音楽監督、主席指揮者を務めた。2000年10月に、バンベルク交響楽団と共演した初来日ツアーに始まり、 2005年10月には日本国内のオーケストラとして初共演となった東京交響楽団との演奏会など日本にもたびたび訪れている。2004年フィンランド国立歌劇場の音楽総監督に指名され2006年8月に公式に就任した。だがその後は歌劇場の総監督エルッキコルホーネンやマネージャーのペッカ・ガウラネンとの信頼関係が悪化したため 2007年2月に突然辞任を表明した。しかし2007年11月には、歌劇場側が彼を芸術監督兼音楽総監督に再び推薦したため、2007年12月に正式にその2つのポストに就任した。契約任期は2008年1月1日から2011年7月31日までで、さらに2年間の任期延長権も与えられた。 ありがとうございます。